こんばんは、 AKB48 ハルピョンことはじめたるなです。ということで、25分からですね、行かない旅奥奈良編を見ていこうと思います。なので皆さん準備をお願いします。今日は行かない旅奥奈良見て終わり。そう、ちょっと今日明日はちゃんと明後日頑張るための日なのですちょっと配信時間今日も明日もこんくらいなんですけど、よろしくお願いします。とりあえずでも約束してたこの行かない旅は見ようっていうことなので見ましょう。今日は自主練して明日自主練の日にしました。投票局まだ振り起こししてない、やばいかな。マジでどれになるか分かんないのやばいね。どういうことって感じなんだけどそう、でもまあワンハーフだからまだ多分で、やったことある曲たちばっかり、やったことめっちゃやったことある曲たちなので全部3曲ともどれだけでも多分大丈夫ではあるんですけど、いや忖度とかないのよマジで。3曲とも振り起こしてますよ。振り起こしてもないけど振り起こさなきゃなと思ってます。映像は見ました、いけるっしょってなりました。はいいけるっしょってなりました。なので大丈夫です。10年よと思ってそう、こっちは10年やってんだよと思って頑張りたいと思います。こんばんは。今のうちに TikTok 上げと、あ、違う、嘘、無理なんだったそう、携帯配給やってるから無理なんだった。皆さん準備バッチリですか？ CM もちゃんと見といてください。私が CM 見るの忘れてた、危ない、見とかなきゃ。としさん金色だるまありがとうございます。でも今日ちゃんと立ち位置で踊った、ほぼ全曲ユニットと投票曲と、あとちょっと時間なくて運命の歌もやってないけど、それ以外はちゃんと立ち位置に自分の中で入って、そうちゃんと全曲やったつもりではいるんですけど、まだ不安ですねやっぱ、
なんか練習しすぎてゲッシュタルト崩壊してる曲があって、君の嘘を知っていたのをサビ振りがもうやりすぎてなんか意味わかんなくなってきました。でなんか気持ち悪いです今そう練習しすぎてこの曲が一番無理って思ってたからずっとやってたらなんかゲッシュタルト崩壊して頭の中でなんかタイミング合わなくねってなって、そうでこう見てたんですけどあれみたいな、一個振り飛んでるわみたいになってたりとかしてるのでちょっとやばそう。また明日も頑張ります。嘘を知っていた雨の音が大きく聞こえた、まあ、今でやったらできる。でも足とね手がバラバラになっちゃう。あ、26分だ。高間川さんハートありがとう、そうそうさんハートありがとう。ということでそれでは見ていきたいと思います。行かない旅奥奈良バージョン行きます。いっせーので、もう私はこれ4本撮りのうちの 3本目なんでちょっと疲れちゃってちょっと疲れちゃって行かない旅もう田口って言われるかと思ったもん。よろしくお願いします。いつでも呼んでください。もう近場近場そうなんですよ。近場ですね。近場大好き。もうスッツさんずっとギャラの話しかしてないもん前回もそうだし誰も旅に行きません。はい、ご自身で勝手に行ってください。思っています。ロケ代を浮かそうと思ってます。はい。イエーイ。
な場所はやばい、スーツさんマジやばい、こんな場所あーごめんなさい、アラームが鳴りました。ちょっとさっき寝てたから。毛細血管めっちゃでも分かりやすい例えですよね。毛細血管奈良って海ないんですもんね。鹿がいるとこでしょ。本当だ、めちゃめちゃもう 山でしかない。緑色だ、ずっと。うん、大阪めっちゃ白い魔境。はい、でもさ、すごい川に沿ってしかさ白くないよね。奈良レベルで鈴木さんはいろんなところに行ってるから言えるこう話なんで、私がその行ったことない場所をこうやってディスったらダメ、絶対ダメなんで。鈴木さんはいろんなところに行ってるからこういろいろ言える人なんで、はい。柿の葉寿司知ってます。マスの寿司と一緒ですよね、要するに。くるむことで腐りにくい。3万本の桜が密集。実際に見に行ったことはないけど、ネットとかではさよく見ますよね、春になると。だってもう山だもんもう山だもん。でも本当にさ川に沿ってしか白くないよね、マジで。力尽きさって言わないで。まあ水は大事なんじゃないですか。だってさ水がないとさ
生きていけないじゃない本当に。だから水が大事なんじゃないですかね本当に。すごい急に水たまり。いやまだバカそう。そんなさこんなさ急にさダムの作り方なんて聞かれると思ってなかった。発見。ダムをストリートビューで見たことあります？しかも奥奈良のダム。すげえストリートビュー。すいません。そっかってすいません。グロメダムがちょっとダムってやっぱあのイメージだからそうなんですよ。だからあこれってダムなんだみたいな。そう本当申し訳ない。どんな映えスポットね。映えスポットだよ。そう相手がこれがまなかちゃんだったら「ダムって」ってなるかもしれないんですけど、ほんと申し訳ない、連れてきた相手が悪かったです。そうなんですよ、私の中ではあのダムが出てくると思ってるからダムかみたい、どんなダムなんだろうと思ったら赤ちゃんでした。ギザギザパターン。この間の秋田と一緒ですね、このギザギザのなんかひだがすごいビロビアビアビアってなってるような鍾乳洞みたいな風呂。そうそうそう、めっちゃ綺麗。そっか川魚なのか、あれだから奈良だから。めっちゃ綺麗。
ちゃんと温泉。39度。椅子2個。うん、めっちゃ良さそう。ネットも繋がらなさそう。そんなことないですよ。ひろゆこさんが好きそうなことを言っただけで。別にそんな携帯持てばエゴサじゃない、携帯持って今配給してますから。はい。ひろゆこさんが好きそうなあの発言をしただけで、別に携帯持てばエゴサではないですけど。劇場終わりとかはねエゴサしますよね、よく褒めてくれる人が多いので。こんばんは。デジタルデトックスのためのデジタルデトックス風呂。てか奥なら、だってこれ今めっちゃ山ですよ、ここ。奥吉野の京都。めっちゃ綺麗。家みたい、民宿、まあ、民宿だから家か、そりゃ。大好き、アクティビティ。はい。折らないです、折らないようにしっかりサポーターとかつけて。やりたいやりたい、楽しそう。立地がやばい、確かにちょっと立地おもろい。そんなとこのトンネル見たいと思う？思わないよ。スーツさんの着眼点やばすぎ、おもろすぎ。うわー怖っ。ここにさ、それこそささっきも言ったけどさ、この将来的にさ、じゃあ何、お付き合いした人とかさ、まあ、結婚する前にさ、急にさ、ちょっと奥なら行かないって言われてさ、この道連れてこられたらさ、うち殺されるんかなって思うよね、一回。なんか、あ、捨てられるんかなみたいな。一回思うよね、絶対。一回ね、あ、うち今日命日か、みたいな。結婚してたらね、別だとは、まあ、別なのかな。でも信用をさね、でも分かんない、例えばめっちゃ
めっちゃなんかもう普段から日頃からイライラしてて、あ捨てようって思われるかもしんない、いつか。やばいやばい。食堂、蔵屋食堂美味しそう。ポツンとポツンと10軒屋ぐらい。うわいけないんですよ行かない旅でね、旅行かないからこそ打ち当たった壁ですよね。もうそこに住むしかなかったんだね。やばい集落。ループの道。迷わないんです、逆にね、逆に迷わないです。ま、行こうってはならないよね、なかなか。ここに住んでも、住んでる人がいるんですもんね、こんなにね。そうだよね、住んでる人がいるから、こうやって集落ができるわけで。今行かないとダメ。タクシー頼んだらいくらになるんだ？この山道。ああ川をね、ちょっとこういう川じゃなくてこういう川にした。タクシー運転手さんも嫌だって思うよね、こんなところに行きたくないですよって。
そうだよね。スーパーとかは、まあ、ないと無理か。でもスーパー、そう、え、どうすんの？どうやって食いつないでいってんだろう。めっちゃ美味しそう。スコッチエッグ、古民家っぽい感じね。初めて見るよね、漬物丼。美味しそうじゃない。漬物丼って食べたことないし。うわ、お好み焼き行きたい。お好み焼き屋さんあった。うわ、めっちゃ絶景。マジでさ、山奥全部本当にいい景色すぎるよね。サウナもあるやん。うん、綺麗。パウダールームもしっかり。大事よ。うん、うん、やばすぎ、やばすぎ。吉野川でたどってない。タイムアップです。たどってない。もう、めっちゃ行きたい山場という。でもトンネル通んの怖い。トンネル通んの怖いからちょっと困るかも。うん、アクティビティもあるし行ってみたいなと思った。山場という、ただ山奥にあるだけ。ありがとうございます。最悪奥の穴だけ、そう、最悪奥の穴だけね。まあ他のところもね呼んでほしいけど。なんでよ。一緒に行くんだからいいじゃん。奥さんが大変そう。全然知らないけどね、出会ったことないし奥さんと。もうその
スーツさんの話聞いてしかないから。豊後水道、ということで次は豊後水道です。四国と九州を結ぶ水道を次はたくさん根掘り葉掘りしてきました。ぜひ楽しみに。もうねすぐ放送されて、もう明日には多分見れると思うんで、また見ましょう。見よう配信。あーもうボロボロいいやまた一緒に見よう配信。ちょっとなんなら明日、もう TVer さんって明日には公開されるのかな。明日見る。ちょっとゴールデンウィークマジバチクソ忙しくて、まあ普通に自分の予定も1個入れてはいるんであれなんですけど、そうなのでちょっとまあとりあえず考えておきます。ということで、橋本春奈じゃないやってみっちゃじゃなくて、やってみっちゃもそう、なんか新しいの。お、アイラブユー島根のちーやんさんありがとうございます。何でしたっけ、お名前忘れた。 TVer さんで橋本春奈のやってみっちゃの合気道バージョンも、あの行ってみっちゃじゃなくてやってみっちゃなんでね、はい、勝手に行かないでください。はいあのそう握手会では言われたんだよね、行ってみちゃみたいな行ってない行ってないみたいな、行かない旅と混ざってんだけどと思いながら、もうなんか訂正すんのもさ、そう、その方別にさめっちゃなんか何枚ですの時にそんなめっちゃ枚数あったわけじゃないから、もう多分訂正してる時間ももったいないなと思って、もうそのまま行ってみっちゃで終わったけど、もういいやと思ったけど、やってみっちゃだからと思ってそう、もうなんか訂正してる時間もさ、その方のさ枚数をさ使うのがさもったいないじゃん。だったらもうその方に喋りたいことをさ喋ってもらいたいなと思ったから、そう、もういいや行ってみっちゃでと思って行ってみちゃーって終わったんですけど、でも本当にとりあえずやってみっちゃも更新さ、やってみっちゃはまだ1週間以上あるので、また見れる時に一緒に見たいと思います。合気道に挑戦しました。ということで今度はぴょんちゃんの剣しか取らない。嬉しい、ありがとう。あぼいっぱいまた喋ろうね。てつやさんゴールデンダルマありがとうございます。じゃあ9時になったらあと1分でランキング読みます。早っ島根のちーやんさん I love you ありがとう。この後もあのこの後は TikTok とメール送ってインスタも上げて、でちょっと劇場のやつを振りをやってって感じですかね。頑張ります。ちょっとあと2日間一旦頑張りたいと思います。
とりあえずこの後やることは、まあ、いつもの SNS 上げるのと、あれ何やるっつった今、 SNS 上げるのと、あ、振り起こしってか、あの思い出し、あと投票局の振り起こしをやります。それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位島根のちーやん16期推しさん、アイラブユーいっぱいありがとうございました。2位鉄道のナイトさんありがとうございます。3位サプライズレバーとピョンズさんありがとうございます。4位トシさんありがとうございます。5位エンドレッドとピョンズさんありがとうございます。6位高間川とピョンズさんありがとうございます。7位トラック野郎とゴリさんありがとうございます。8位ギャローさんありがとうございます。9位トマユキさんありがとうございます。10位マックミックさんありがとうございます。11位バージョン R さんありがとうございます。12位クマタカさんありがとうございます。13位大政015さんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日配信で、ちょっと TVer さんに行かない旅の新作、奥ならじゃない、次の文語水道が上がってたら、もしかしたら文語水道やるかもしれないので、明日 TVer さん一緒に見よう配信、あのとりあえずリバースで伝えます。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。ありがとう。この後も頑張ります。もうちょっと、バイバイ。初めてショールーム見れて幸せ、嬉しい、初めて、ありがとう。またね、バイバイ。あ、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで6012盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハロぴょんこと橋本アルナでした。おやすみなさい。ありがとう。メール待っててね。バイバーイ。